では準備が整ったようで、バジルチャーハン、あ、じゃあ、コレステローラーさんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。Thank you.
ばかりなので健康大事なんですね。はい、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。今日ははい、ありがとうございます。今日はあの寄せ鍋音楽祭ということでですね、一番最初はアーカウトさん弾き語り素晴らしかったですね。2番止めが鍵盤ハーモニカのカラフルトゥッティさん、はい、なかなかあの鍵盤ハーモニカのバンドって珍しいですよね。あの聞いたことがなくて非常にあの興味深い、どんな演奏されるか非常に素晴らしいですね。はい、ミックスナッツさんも、まあ、いつも通り非常に楽しいライブを聞かせてくださいました。まあ、こんな中でですね、一番最後にあのやらせていただいて本当にどうもありがとうございます。まあ、トリッチほどのものじゃないですけど、楽しんでいただけたらなと、思っております。はい、1曲目はですね、まあ、皆さんご存知か、あの、まあ、ご存知だと思いますけど、元は違いますけど、ビートだったのね、オールオバベートーヴェンという曲を参加していただきました。今まではですね、この女性のユリカさんが、竹内久美子、ボーカルの子がメインだったんですけど、今回はですね、このユリカさんが、メンバーに入っているユリカということで、はい、ユリカさんが今度、メインボーカルを務めさせていただきます。スキップビート。原曲は桑田さんですね、サザンのね、スーパーフライの曲もカバーしております。そんな曲をちょっとやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。Thank you.
竹内君が会社の事業拡大のため、ちょっと休み休みにしてくれということで、すると、この、ね、あの、コロさんが終わって、少しだけね、ちょっと、やってもらう。というようなことですね。ちょっと変わってきたいと思いますけども、ゆみかさんと、マリコさんは、前にも何かありましたよね。11年前に1回だけ、それが私最初で最後と思ってたんですけど、ワンカチさんに引きずり込まれ、私はここにおります。私は愛のキューピッド、いろんな人を付き合わせると、そんなことで、はい、一曲ね、懐かしいカルロス・サンタナさんのシェイクランチ、多分ご存知ですけど、
Thank you.
とうございました。ここでですね、メンバー紹介をしたいと思います。では後ろの、リーダー兼、ドラム、カルキ信之、ベース小室裕一、キーボード谷口和也、ギター伊藤義邦、そして今日、一番歌ってくれました、はい、竹内義弘、そしてコーラスですね、君森真理子で、私、ボーカルの小澤ゆりかです。では次の曲ですね、ドゥービーブラザーズのリスントゥーザミュージックを聴いてください。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。先ほど言いましたようにですね、7月の28日に美濃加茂文化会館、それと、8月3日に今池のパラダイスカフェ、それと8月27日に今池ボトムライン、あと9月にですね、9月のちょっと日にちを忘れました、多治見の、私多治見出身で、多治見の文化会館でですね、ミュージックジャンルという催しがあるんですけど、それ毎年出てまして、それに出ます。あと10月にアルマジロさんで、10月にホイホイサダデーミュージックっていう台湾ライブがあるんですけど、そこにちょこちょこ出させてもらってまして、誘っていただけるかどうかは分かりませんけど、10月に勝手に予定しております。もし皆様よろしければですね、ぜひぜひまたお越しいただければなと。コレステローラーズは、コレステローラーズはファンがいないんですよ。ファンがいないんですよ。で、皆さんファンになってほしいんです。で、もしファンになりたい人は、Facebook を見ていただいて、いいねってピチッとやってもらうと、登録されます。もう、ファンクラブの一員ですね。ファンクラブになった方には漏れなく、コレステローラーズ T シャツを、コレステローラーズ T シャツが3000円で買えます。安いでしょ。なんてもったいないことを。後で後悔します。ぜひぜひプチッてやる、ピチッて。そうすると皆さんコレステローラーズファンということで、ヤスミの曲ということで、アイスを発散で。私はじゃあ、ベルティーの笑い。
I don't know.
ありがとうございました。参加していただきます。どうも今日は本当にありがとうございました。